一曲、せっかく今日のアコースティックの、編成なので、聴いてもらいたいなと思います。どうにかなるさって曲を聴いてください。イベントを関東地方でやってて、まあ、毎年やってるんですけど15回やったのかな、その中でも、ムッシュがねその来てくれて、キャンプ場でやってるんですよ、湖の湖畔の なのでその来るまでにねボートに乗って会場にやってくるんですよ。見たことある、乗ったことあるでしょ。そこにね、だから要するにボートにムッシュが乗って向こうからこう会場にやってきた時のあの感動は、あれですね、それなんかこう石原裕次郎とかが乗るようなかっこいいモーターボートじゃないですよね。あのいわゆるあのタグボートみたいな、タグボートですね。そうそう、え、まあ、3、4人乗りの誰かあの地獄の黙示録みたいな、それで、まあ、まあニュアンスとしてはそういう感じで、あのそれでね自然が全く似合わないあのムッシュがさこの向こうからさあのボートに乗ってバーってやってきて、みんなこうこっちからムッシューだったらはーいみたいな感じで、でもうつくなり赤いブドウジュースくれるかな、ワインの
ワインのことさ、ねえー、そう言ってたのをなんか思い出します。なんかまあ、あの人はすごくあのねえ、あんだけ長いこうキャリアの中で、まあ、まあ生粋のバンドマンだったと思うんですよね。だから、まあ、僕らみたいなこうペーペーの、音楽好きにもなんかいろんな話してくれて、まあまあ、ロックが成り立った時とか、ローリングストーンズをロンドンで 見たって、あのまだだから世の中に出てくる前のローリングストーンズを見て、サティスファクションを見てかっこいいなと思ったから、あの東京に帰ってきて1週間後にもう演奏してたらしい。だから音源があの日本にやってくる前にムッシュはカバーして、サティスファクションをあのデッデデデデデってやったらしい。ファズもイギリスで買ってた。そうなのね。そうね、そんな話とかいっぱいなんか聞かせてもらったんですけど、まあそんなこと思いながら今日は演奏しました。まあとはいえあの僕たちもなんかそのまあロックスピリッツというかな、なんかそういうのを続けてこうやっていかなきゃいけないななんて思うので、ちょっとやる気になってさ、あの曲を書いたりしてるわけ、ここのとこね。そう